ヘアローユーチューブ、イエス不動産のおにも虫こと差し読みです。用語と解説。用語解説と知識ということで、今日は4つの不動産の価格について見ていきましょう。不動産はですね、一物4価なんて言われてまして、4つ、1つの物件に対して価格があるんですね。まあ、1つは実勢価格、工事価格、相続税評価額、固定資産税評価額というふうに4つなってますけれども、上から見ていきましょうね。 用の実価価格っていうのはこのここれ時とですつまり実際にどういう取引が行われてこれがどうなのかこれでねたいこのくらいの価格っていうのはそれぞれの場所に決まってるんですけれども実際その価格で取引されるということもないですしどうしてもその方 土地が欲しい場合は、それより高くですね、買っていくことになりますし、どうしてもこれ売って、ね、こう売りたいんですと、誰か買ってくださいってことになれば、当然それよりも安い価格で取引されることになりますし、結局需要と供給なんですね。で、不動産の場合は、だいたいここはこの辺っていうのは決まっていてもあの、なんていうかね、この全く同じ、全く同じ条件の物件っていうのは二度と2つとないので、 ババラバラになるんです株券の場合はそうはいきませんよね。こっちの株とこっちの株、同じ一株だったら同じ値段にならざるを得ませんよね。同じ価格なんで,でも不動産の場合は こっちがそのボロ物件でここに立ってて、その隣にいい物件があったとしても、このいい物件の方が安く買えることもあるわけです。なぜならば売り主が違いますからね、お互い条件、需要と供給のバランスが違うわけです。今売りたい、今欲しい、これが非常に重要になってきます。で、そういう過去の取引の実績をあのレインズっていう国土交通省の,あの不動産業者だけが見れるシステムで、えー、どうこの取引の実績を 物件はあのいついつどのくらいで取引されたっていうのがこう。あの業者が入力しなきゃいけないので、それを見ることができるんですね。だから、同じマンションの中の物件で、この間取りの何階の部屋はこれいくらで取引されてえ、その時これこれ特段に安いね。みたいな。これ特段に高いですね。みたいなのがあるんですけど、大体このくらいですね。みたいなので時価。 相場っってていうのを出ししたりしますこれが実際の売買の価格ですね。で、2番目はこれ国の国土交通省ですね。国土交通省が取引の指標として、えー、毎年更新しているやつがありまして、それを工事価格、公公が示している土地の売買の価格、これがあの価格取引のこう基準になったりします。で、それに対して国税庁が出しているのが相続性 評価額ということで、まあ、大体この工事価格のざっくり8割くらいの価格ですね。 これを、あの、一月一日の基準で、いろいろ計算して出してます。だいたい工事価格の八割くらいの価格が相続税評価額。この相続税評価額に基づいて、相続税が計算されるっていうことになってきます。それよりもちょっと低いのが、固定資産税評価額ということで、固定資産税。つまり、ま、あの、その建物や物件や、の、土地、不動産を持っていると、税金がかかりますよっていうと。こ の税金のの算出基準になるものこれが大体あの工事価格の7割くらい、あの相続税評価額よりちょっと低いですね、これの金額がそれぞれの物件、えー、に対して、えー、計算されていて、それをが、まああのえー、1月1日のやつでこういくら払ってくださいねっていうのがおの市町村から送られてくるわけです。それに基づいて固定資産税、土地計画税っていうのを払っていくことになるわけですね。 さてじゃあこの相続税評価額なんですけれども、これ、工事価格じゃなくて、相続税評価額っていうのは、いわゆる路線価っていうような形で表れてますけど、ちょっとそれをねインターネット見て,見てみましょうか。今、ちょっとインターネットですけど、これはどこですかね、あ芝公園って書いてあるので、東京都港区の、えー、やつですね、これはあの国税庁のホームページで路線価が出ています。この見方はですね、ここになんか1000、いや、これ0 0 0じゃないな。 1530C とか書いてありますね。この最後の ABC とかっていうのは、これ、借地権の割合なんで、所有権の場合はもう100%だと思ってください。で、それによって、こう、ちょっと計算式が変わってくるんですけども、C とか A とかっていうのは、その割合が決まってますよっていうので、まあ、とりあえず今置いておいて、この1530っていうのが何かっていうと、1平米あたり、これ、単位が1000円なので、えー、だから153万円ってことですね。1平米あたり153万円の。 路線化。路線化っていうのは、これ、道路が一本一本ありますね。これ、道路がある、すべての道路に対して、それぞれこの道路に面しているこの物件、例えばここに物件があったら、これは 1170C、だから1170、つまり117万円ですよと、1平米あたりっていう土地の値段が決まってます。これ、港区なんでね、高いですね。で例えば、ここの芝公園の隣、こっちを東側に行こうと思ったら、この東図ってところから、右側をクリックすると、この右側。 のここが、えー、これはどこですかねあ、海岸1丁目とかその辺ですかね、はい、この辺の土地がすべての道路に対して、えー、路線化っていうのが決められてるわけですね。まあ、これさっきのところもなんか高いですね、値、う、段、ん、上がっちゃってる。じゃあ、これあの他のところではどうなのかっていうことで、これ他のところは、これは千葉県ですね、千葉県のどこか柏あたりですね。 柏あたりもこれ、さっきのところと断然安くなってきましたね、63D って書いてあるんで、この道路の周りにあるのは6万3000、1平米あたり6万3000で、その隣のこっちの何もなさそうなところ、何もなさそうなところはさらに3万6000ですね。この道路沿いにあるのは1平米あたり3万6000ですよって、まあ、やっぱりこの街の中ほど土地の価格が上がっていくわけですね。 じゃあ、これをどうやって探すんですかっていうと、路線化、もう路線化って調べてください。そしたら国税庁路線化ってあるんで、こう来てください。はい、見たいところはどこですか、えー、茨城県ですとで。茨城県の路線化を見ます。茨城県、これらのね、市があって、じゃあちょっと土浦市に行ってみましょう。土浦市別にどこでもいいですけどね、荒川沖とか荒川西とかこうやって見ると、ああ、ここがね、ここ44位、この道路の周りは44四万四0 0 0円なんだ。1平米当たり4万4000円なんだっていうのが、 分かりますと。で、この道路は 31F なんで、まあ、3万1000円とかですね、これすべての道路にそれぞれ値段がついておりますと。で、こうやって、はい、こうやって路線価を見ます。これは路線価、相続税評価額ってことになりますね。はい。それでは、一物通4か1つの物件の土地の価格にはそれぞれ4つの価値がありますよと。で、でもね、あの見なきゃいけないのは実勢価格です。つまり、 オーナーの気持ち、オーナーがどういう気持ちを言っているのか、これが一番実際の取引に大きな影響を与える価格になりますので、皆さんその辺はあの本編の方でご確認ください。それでは今日のシェアは終わりたいと思います。イエーイ